パープルルーム TV。 安藤由美ついに動き出す。パープルーム予備校一期生にしてパープルーム原理主義。キャラクターでも物語でもなく、人間が物を見るとはいかなることなのかについてにじり寄る。1500枚もの絵を束ねたアニメーション作品、安藤由美古典光のサイコロジー。